前田成長は、加賀藩の第十一代藩主。加賀前武十二代。第九代藩主、前田茂教の次男。冤罪事件である十、村団国の際の藩主で安君として知られる。金沢にて生まれる。十教が、弟の第十代藩主寺治に家督を譲って隠居した後、生まれた息子である。完成七年、兄の成幸が養成したため、変わって、藩主寺。 おさむの養子となる。翌完成8年11月に、江戸に出府松平の名字を与えられ、12月になお、亀万仙から勝ち丸、さらに、犬千代と改めた上で、通称をまたざえもん、意味なおとしあつとする。完成9年2月、将軍、徳川家成より返記を授かり、成長に改名する。西洋に下左この絵見少々。 畜前神に任じられる。今日は2年に、おさむおさむの隠居により、家督を継いだ。加賀守を称し、同年6月に、左子の絵県中将に任じられる。知性の当初から申請を行い、藩の財政再建や政治改革を試みたが、任期中にロシアとの関係が、緊張感を増して解剖への強化を図る必要が、生じたこと、1808年に、 金沢城にのまるが火災にあったことなど出費を強いられる出来事が続いた。また、同年以降、水害などが続き米の収穫口が上がらなくなり、100万国の半分に満たない年が増えるようになった。1812年からは、江戸時代初頭に行われていた一連の農業改革を復古させ、地域の有力者に運用を任せるとともに、1818 18年からは、 五国民成立司法を打ち出し、藩士や百姓、町民の暮らしを安定させる、経済政策を打ち出したが、いずれも挫折。責任を十村に負わせて、集団で処罰する出来事もあった。高い政治意欲が結果に結びつかないまま、文政五年、嫡男の成り安に家督を譲って隠居し、非善神を称した。文政七年に四十三歳で没死した。 芥川龍之介の短編小説、キセルでは、金無垢のキセルをモチーフとして、坊主たちと役人たちとなり長との心理的駆け引きが、ユーモラスに描かれている。はじめ性質の琴姫とは、教法3年12月結婚したが、2年後の文化2年8月、琴姫は、病気を理由に、実家高須藩の市ヶ谷判定に移ったまま戻らず、翌3年8月離縁した。後に、 この絵始め前に再化している。形質の朝や姫とは文化4年12月に結婚した。前だけは、後添えはもらわぬと称していたというが、成長は官令を破って、形質を迎えた。また、初めての公家からの性質であった。文政元年の江戸武官で見られる、成長の主要家臣は以下の通り、その後に登用された人物、ありがとうございます。